はい、どうも。よっしゃ、今日は僕が、はい、担当させていただきます。代わりでね、はい、たまたま休みだったんで。そうなんですね、今日は会いましたね。はい、ロブです。本当は僕一人で行こうかと思ったんだけど、はい、ロブがどうしても出たいと。そう、寂しがりながら。今日はね、はい、ちょっと大人の遊び場に行ってみよう。初めて聞きますね、こんなところで。ちょっと飛んじゃいますか。飛びましょう。じゃあ、ちょっと待ってください。早いですね。早かった。これぐらいのアングルで。もっと。はい、到着しました。とか言って、そんなに距離はないんですけどね。すぐそっからのここですから。こんな3回ぐらいジャンプしてますからね。でも遊び場って言ったらどうなんその大人の。まあいろんなこと想像しちゃいますけどね。この上行ったら旧2号線やね。めっちゃ涼しいけどね。なんかこのガランとした感じがわかるかな、行ったことあるのかな、どうなのかな。まあ知ってる人は知ってるかもしれないけど。本当ですか、僕何も知らないですね。まあ大阪にある飛田新地みたいな。あるんですか、ここに。マジで。でこんな感じじゃない？なんかちょっと。あそことか行ってみる？ここで今匂い変わった。来ただいぶ。何これ？マジで。本当なんですかそれ。ちょっと待って。本当に？あ、それガチだったんだ。ガチってなんでどういうことですか。あ、本当だったんですね。噂とかじゃなくて、いや本当にあっちゃう系なんです。見てくださいこの子、これ結構やばい。でも生活感ありますね。そうやね。でもこれはかなりね古いよね。貧乏じゃないですか。稲荷こういうの好きなんじゃない？嫌いじゃない。ちょっと気づけてよ。めっちゃ見てる。めっちゃさっきおっちゃん振り返ってたもん。汗出た。そんなに見なくて。正面から夏だ皆さん気をつけて。大丈夫大丈夫。遊園地って書いてないですけど。遊園地？公園じゃなくて遊園地。遊園地。行ってみましょう。これねあれだよね。あ、これ青果屋さんやから。動物園、昔はやっぱ大人の動物園だったっていうことだったんですけど、今はもう、ところどころでやっぱちょっと危ない香りはしました、ね、そうだね。ちょっとなんか飛田新地にあるような感じの、いつおばあちゃんがうちは持ってこう待っと、それを気持ちちょっと若干楽しみなところもあったんです。うん、そう、お兄ちゃんいい子いるよみたいな、いい子いるよっていうのが多分どこかで聞こえるんかなと思うんですけど、うん、そうだね。でもまあこう見ると、まあでも雰囲気が近いものがありました、ね、かなり近いね、うん、その僕も興味本位で行ったけど、やっぱりそうですね、あれだね、まあ、この辺はもう完全にクリーンになってきてるけど、うん、なんか手前の方はかなりね、確かに向こう側がちょっとやばかったですね。うん、大正ぐらいまで遊郭であって、あ、そうだったんですか。そう、その、まあ、遊び場がだーっとあって、まあちょっとはその名残みたいなのがあるけど、やっぱり、ね、うん、で作りがなんかね、うん、家のそう、うん、時代は変わりましたね。そうですね。なんか昔は遊びはあったけどね、今じゃ力的にも厳しいでしょうね。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。